キツネ1号さん来たよ。どうも、ね、まあ、ちょっとあの今日はね、あのうちのプライベートビーチをちょっとご紹介しようかなと思ってます、ね、ね、まあ、あのプライベートビーチなのでね、当然あの海が誰もいませんから、プライベートビーチですから、プライベートビーチ、寒いわ。風強いだけじゃなくて、ちょっと寒いわ。ね、いうことで、今日はね、あの特にあれですよ。あのまだここでは仕事ではないっぽかったので、まあいいかなと思って。寒い。あ、でも他にも写真撮ってきとんな。ちょっと綺麗な。砂浜綺麗でしょ。砂浜。ねみこさん、また仕事のせいか遊びに。いや、仕事、いや、ここは、あの、いや、以前ここはもう来てるからね、夏の灼熱地獄の時に。うん、夏暑い時期に来てて、やっぱビーチにある、あの、なんていうの、いろんなものってやらしいよね。女の子もの、なんか水着が山ほど転がってんのはあんなにやらしいやろ、みたいな。やらしすぎるやろ、みたいな。まあ、今冬やから別に女の子がおらへんからあれやけど。ね、ここでね、何人もの女のお姉ちゃんがね、言ってたんやろな、思いながら、ね、まあ、キツネ2号さん、このボンクラがデリヘル呼んで仕事もせんとデリヘル呼んでないし、昨日ずっと寝とったから、7時ぐらいかな思って、さっき目覚めたら9時半やった、びっくりしたわ、もう遅刻するわ思って、す準備して出てきたら、ちょっと仕事に戻りますのでね、
すぎやろ。仕事もせんとブラブラうろつきよって。いやらしい体したお姉ちゃんが山ほどおったのに、このビーチ見て、今誰もおれへんわ。一人もおれへんわ。真夏は山ほどおったのにね。そうそう、真夏はね、いやらしい体のお姉ちゃんがね、チンポ求めていいじゃない。じゃあお言葉に甘えて、ありがとうございました。